皆さんこんにちは。今日は等能力向上のための指導ポイントについてお話しします。ボールを投げるという技能は簡単に身につくものではありません。理にかなった投げ方で繰り返し練習することが必要です。今日は数ある指導ポイントの中から3つを紹介します。よろしくお願いします。それではポイントについて説明します。等能力向上のためのポイントは、肘、スナップ、体重移動です。それでは肘について説明します。まず両腕を広げた水平のラインが基準になります。ボールを投げるときに肘がこの水平のラインより下がらないことがポイントです。肩のラインより肘が下がると腕を大きく振ることができません。また投げるときにボールを無理に押し出す形になってしまい、肘や肩を痛める原因になってしまうことがあります。このような位置に肘が来ているか確認しましょう。肘がうまく上がらないときはボールを握った手の甲で自分の頭を軽くトントンと叩くようにして、その位置が肘を肩より高くするという位置だと説明すると良いでしょう。次にスナップです。このようにスナップを使うと腕を振る速さが速くなり、ボールを強く投げることができます。スナップを分かりやすく説明する方法としては、仰向けに寝た状態でボールを上に向かって投げるというものがあります。ボールを投げるときに手首を利用していることがよくわかる方法です。ただしボールのコントロールが難しいので2人組で行うと効率が良いでしょう。次に体重移動です。後ろの足から前の足に体重移動をすることで大きなエネルギーを生み出します。移動が大きいほどエネルギーも大きくなるので、投げ方に躍動感が出てきたり、全身を使って投げられるようになります。この体重移動にはステップも合わせて練習するとより高い効果が期待できます。ステップと投げるタイミングを合わせることが難しいときは、剣、剣、馬など擬音と組み合わせて練習すると良いでしょう。剣、剣、馬。次に練習方法について説明します。ボールを使用しないで練習する方法では、タオルを利用した方法があります。このようにタオルの一方の端を結び、結び目をボールに見立てて握ります。この時人差し指と中指の間からタオルを出すようにします。では実際に練習してみましょう。ボールを投げる方向と肩のラインが平行になるように立ちます。肘の位置が肩のラインより高くなるように構え投げましょう。次にステップと組み合わせてみましょう。ゲン、ゲン、パッ、ゲン、ゲン、パッ。それでは実際にボールを使って投げてみましょう。
によく見られる良くない投げ方の例を説明します。遠くに投げようという気持ちが強すぎるのか伸び上がってしまう。強く投げようという気持ちが強いのか体をくの字に折り曲げてしまう。とにかく遠くに投げようとしてコントロールが悪い。以上の3点などが挙げられます。体重移動をスムーズに行う練習を繰り返すことや的当てゲームなどコントロールをつける遊びや練習を繰り返し行うと良いでしょう。次に効果的な遊びやゲームを紹介します。昔からある遊びで、めんこや紙鉄砲などがあります。いずれも腕の振りのスピードが速くなる効果があります。子どもたちの日常生活でボールを投げる機会が増えるような働きかけをしていきましょう。今日は等能力向上のための3つの指導ポイントについて説明していきました。実際にはまだ多くの指導ポイントはありますが、子どもたちの技量を見る視点だとお考えください。これで等能力向上における指導ポイントの説明を終わります。ありがとうございました。